無意識のうちにね、安易な気持ちになっていたのかもしれないと。でただその1人少ないっていうんで、やたらに攻めていくと逆襲を食らうんで、はい、まあ、その辺のバランスをね、はい、考えて、はい、まあ、とにかく根気よく攻めろと、その縦1本じゃなくて、はい、両方へね。柱谷です。後ろから日本得点を挙げました。水沼をまっすぐ上に上げてボールを蹴るまで合図をします。これが関節フリーキックというファウルの合図です。一本いい形、スルーが身を結びませんでした。今度はサイドを突く水沼、センタリングシュート決まった。西村のヘディング、ダイビングヘッド決まりました。2点目、日本2対0。水沼が先端あの抜け出すとこまでの組み立て良かったですね。ここまでですか、はい、その前にですね、バックラインから木村から長澤、長澤から柱谷、はい、やはり今のサッカーでは、サイドのねフルバックはああやって攻撃に出てくることが多いんで、はい、あの辺からのフィニッシュというのも持ってないといけませんね。本戦からゴールライン終わりました。3点目、加藤君ですか。が交代するところです。ノルハリス・シャフィックが出ます。そしてマルズキ・エリアスが入りました。工場で働くマルズキ・エリアス、はい、シュート、ヘディングシュートは原、見事な低い位置のシュート、4点目。後半の34分、水沼のコーナーキック、低い位置に来ましたが狙いすまして、いいヘディングだったですよ。これは感じですね。あ、そうですか。触ってコース変えれば1点と。残り時間があと4分を切りました。日本の二次予選進出非常に濃厚です。これで9つ目のコーナーキック、カーブをかけた、うん、入った。お得意木村のお箱のダイレクトコーナー。木村君のキックと加藤君の、走り込み、ここで2番が飛び込んでいけますのは加藤です。これで見えないですね。本当ですね。あ、今頭に触ったのは髪の毛には